はい、奈良市内、防音工事、今日が着工になります。工事前の様子ですね。こちらのドアはもう壁にしてしまう予定ですね。ここ玄関入ったところですけども、こちらのドア、防音の扉にしまして、こちらのアップライトのピアノと新たにグランドピアノ、同時に練習できるようにしたいと思います。はい、床の方もねフローリングになる予定で、壁、天井、防音の建材で囲みまして、この窓はもう殺してしまいますね。この押し入れの方も、うまく、スペースを取りまして、収納の方とかも、できるように、棚とかもつけていきたいと思っております。はい、こちらの方はね二重のサッシが入る予定ですね。防音室、完成いたしました。といっても真っ白なとこ映ってますけどね、実はここに、引き戸がねあったところですけども、換気扇の方のがねここの玄関の方に音がね抜けるように、換気扇のダクトがここについておりますね。でここの扉はなくなってしまってまして、こちらからですね入るような形になりました。ここにね換気扇がついて、こう防音扉ですね、よいしょ。さっきのようにですね玄関に、音換気を抜きますのでね、音やっぱりね換気扇がちょっと音漏れますのでね、こういう形にしましたけども、この部分ねチャンバーボックスを作りましてね、あんまりね玄関の方に大きなねダクトが出てくるよりは、こういう形のね、を取らせていただきましたですね。斜めの部分を作りまして、内側のサッシはねちょっとサイズ合わせて後から作るんですけども、グランドピアノの方このように設置させていただきました。で後ろね押し入れがあったところは、このようにね、下の方高さがね変えれるように、棚がついて、机がありますね。で上の方も棚が、高さが変えれるようになっております。ここね電気のコードとかねそういうのも通せるようになっておりますね。はい、防音室の方うまく仕上がったんじゃないかなと思っております。はい、お客さんの方もね満足していただいておりますね。